ちゃんくん、今から向かうのは？いや、まず今朝泊まる宿探してて、その中の候補いくつかあったうちの一個なんだけど、さっきまあ細いで見に来てきたじゃん。ああ、そうね。とりあえず Wi-Fi のあるダンドリーに泊まり、場所をもう一回確認して、まあね、実際今完全ななんか現代のトラベルっていうのがなんかネット社会ですわ、ぽいじゃん、それでこうホテル検索したらもう売り切れてますとかさ、そういうもんじゃない、やっぱ現地は現地はあるよ、あるよ、でまたそこのロケーションがもう最高で、あ、そう、で目の前のさ、また風景がさ、まあ言ったら昨日遺跡回った時に一番最初に行った遺跡の真ん前だよ、まあ、景観がすごいよって、そこの同じ共同でやってるホテルとカフェのカフェのエリアがまた気持ちよさそうでさ、でなんかガラス面のガラスの感じ、まあ寝転ぶ感じで、まあね、本読んだり Wi-Fi やったりとか過ごせるような空間とか、あと風通し、今回のおかげで、あとはね、ホテルから出ましてご飯のおかげだけだったりとか、ああ、まあそういう、そうかも ね、まあ、とりあえず寝れたらいいっていう感じだった、近くにこう、ツタに絡まった仏像のとこがもう目の前にあるから、もし、まあ、パッて行けたら行きたいとかもあるけど、ちょっと、その状況を見て興奮したね、立地条件が本当に最高で、そこのスタッフのお姉さんが、お姉さんかお兄さんかわからないようにそういう感じだったけど、もしかしたら男の人かな、か違う、男の人かもわからない、まあ10分後にマイワイフと行きますっていう、これ何バーツだっけ、600バーツ、まあ別に値下げの更新も何もしないけど、いやいいな、まあ前に何回の中で、いろいろ泊まってやってたけど、600自体初めてだもんね、まあ何ともそのロケーションとカフェのエリアが、歩いてって今までのタイの泊まってきた宿で一番気持ちが良さそうだ、あまりのこのまんまやった、これが見えるのね、さらに包まれた仏像のとこ、昨日ガネーシャのおもちゃとか仏像のおもちゃがツタに絡まれたので満足したつもりだったけど、やっぱこんな歩いて1分2分の時になるだろう、あ、撮ったよ子供のおもちゃ、子供がなんかのおもちゃをこう誰かがツタの間に入れて、でもそれが何年か経ったことでもう撮れなくなっちゃってるもんね、あれこそ何遺産っていうだっけ、世界遺産ではなくて、なんかあったじゃん、そういう別のなんとか遺産とか、あ、いいよ、そこに、中の方は、ね、こうカフェのスペースすごいね、ね、こっちもドリンクを飲めば休めれる場所、こっちはカフェ、そしてあ
久しぶりに使っていいですよ。たまに猫が遊びに来るとこじゃんね、ここ。うん、やってみたね。え、ここの風通しがまたいいぞ。いいね、いいよね。ね、え、汗かかんもん。え、部屋はいい、まず部屋もある。うん、あ、こっちも、あ、乗ってた、こっちも。あ、ここも写真も。ここもホテルじゃない、この上。ああ、そうか。すごいね、休めるところがいっぱいあるんだね。うん、なんかジャンク、それそこ靴で上がっていいのかな。さっきのところね、靴、ああ、そうそう、だすごいビリヤードからクラシックカーからいっぱいある。じゃあ見といて入ろう。うん、ほら一段上がってるからで、綺麗なんだよね全部。あ、すごいねえ、ここバーなのかな。おお、ああ、ここも飲食スペース。かな、飲食スペースかな。飲食じゃないな。だってあそこに調味料とか。あ、バーが。お酒？お酒じゃないか。これあれかな、オーナーの趣味かな。かもしれないね。オーナーといえばね、うん、あの多分オーナーでしょうっていう人がね、うん、あのまあ綺麗な優しい感じの人だったけど。あの人。おっぱいもあったけど、店長じゃない？店長だよね、多分。うん、猫、うん、猫、あ、ミシン、あ、にゃん。まあ、アジアをね、いろいろ宿泊まってきたけど、うん、タイに限らず、タイに限らず、なんかすごいロケーションから、はじめまして、なんか居心地がいいとこだなって思った。まだまだ滞在が許せるだったらここで、ここもう一泊したいぐらいだね。一泊二泊ぐらいしたいよ。うん、また次回アイタイにもし来ることがあれば、あ、ここね、まあ一回はいいとこに泊まるっていう、あれでいいんじゃない。まあって言ってもそんな高くないで、他と比べても、まあ600だもんで、2400円か約、うん、でも高く感じちゃう。あ、そうね、思わん。まあ2人だから、まあいい。そうだね。ここ猫のくつろぎ場なんじゃない？多分。で、あのボールみたいなのさ、詰めときじゃない？うん、猫にも優しいホテル。まあタイに来る人がいたら、あ、タイに来る人いたらここおすすめできるよね。ね、遺跡も多分、うん、回りやすいし。ね、じゃあいざ、うん、借りたお部屋。あ、そうだ。じゃじゃん。クーラーがまた効いてるよ。あ、つけ引きだから。おー、涼しい、快適。えぇ、ー、エアコンもあるし、テレビも、あ、ここにあったんだ、テレビ。昨日泊まってた宿。ねえ、冷蔵庫もあったし。エアコン音が大きくて。大きい。で、上に住んでる人の、なんか足跡からさ、生活の音がもうずっと。ものすごいね。なんか24時間聞こえるような感じだったよ。ねえ。夜怖くて。そう、ね。怖くて寝れんかったもんね。明かりつけて寝たもんね。ねえ。私が夜中起きたら電気ついててね、うん、だから怖いって言って ね、 ね、でここのタオルめちゃくちゃ柔らかいから、この布団もすごい、ね、ね、こうふわふわしてね、うん、いや、ありがたいことにね、これシャンプーとシャワージェルもう置いてくれたあるで、うん、でね、トイレとお風呂もまず、まあ同じ部屋だけど、シャワーね、これはでも全然綺麗じゃない。綺麗だよね。え、お湯も出るのかな。お湯も出るんだと思う、これ。ああ、出るよね。出る。昨日とかお湯出ないから。出ない。そう、何気に冷たかったんで、こんな部屋を、冷蔵庫もあるしね。え、いや、なんか、まあ、昨日のあの宿にいくつか泊まったからこそのなんか、ああ、そうだね、そのギャップでの感動も大きいね。あるかもね。ね、
じゃあとりあえず、いろいろちょっと一段落して、ここまで来る途中にあった、そうね、気になる地域密着型のほい、まあ、ラーメン屋、別にタイ料理屋じゃない、タイ料理風、タイ料理のお店、面会が多かったけどね。あ、そう、で、そこでも行くか。うん、行きましょう。ちょっとここで10分ぐらい横になるか、で、そうしましょう。よし、ではでは、どう見て面白い傑作できた、傑作ができた、よかった。なんか傑作ができると嬉しいね、作品だからね、最後のシーンもかな、またここはちょっとスローモーションになってるじゃん、実は。あ、そうなんだ、だから鳥の声もスローモーションの声になってるじゃん、でっか